で、聞かせてもらおうかしら。まあまあ、琴美さん。葵、ゆっくりでいいからな。落ち着いて、何が起きたのか教えてくれ。うん、あの時、カノンが現れた。そして、団長が撤退命令を出したの。総員に告ぐ！とにかく走って退避するんだ！1時間後に駅前広場で落ち合おう。だから全力で逃げ出すんだ。ここは僕たちが食い止める。だからみんな早く。あかりちゃん、葵ちゃん、あなたたちだけでも逃げて。でも早く行けと言っているだろう。これは命令だ。さすがは我らが副団長、よく持ちこたえてくれているな。団長も無理しないでね。相手は一人、我らが負けるわけないだろう。僕も負けられないんだ。そんなことになってたんだ。みんなが頑張ってくれた。だから私はその隙に逃げ出すことができた。でもね、約束の1時間後、駅前に来たのは団長と副団長だけだった。二人が脱出した時にはもう誰も残っていなかったって。それじゃあ、さっきとあかりは今もまだ行方がわからない。団長と副団長が探してくれているのだけど、あの二人もうボロボロなの。それで俺たちのところに。お願い、朝日、お姉ちゃんたちを助けて。葵、どうするんだ。一人はお前らの仲間だったんだろ。ふん、そんな話どうでもいいわ。でも私は興味ないもの。裏切り者や自警団の奴らなんか。でもね、きっちり仕返しはしたいの。ピンクマントにね、のろまな二人も連れ去られたのなら、きっと私を連れ去ったのもピンクマントよ。見つけ出して八つ咲きね。カノンのことなら奴らに任せときゃいいんだよ。奴らって噂の妄想管理局かよ。なあレイジ、妄想管理局って何なんだ。そろそろ教えなさいよ。人にはね、話したくない過去もあるのよ。さ、今日はもう遅いわ。続きは明日にしましょう。だけど急がば回れ。みんなだってもうボロボロでしょ。でも葵なら私が預かるわ。奥の部屋に泊まっていきなさい。そしてあんたたちは帰って休みなさい。自警団の救出はそれからよ。さあ、帰った帰った。あけみさん、さてと、いつもの一つ。ねえレイちゃん、ちゃんと話してあげた方がいいんじゃない。その必要はねえよ。その方がレイちゃんも動きやすくなると思うけど。あの子たちね、ああ見えて意外としっかりしているのよ。考えとくよ。セーブするっち？上書きに気をつけろっち。休憩ポイントっち。おいらはなんか自分の家なのに久しぶりだな。元気出せよって無理な話か。おいら寂しいっち。
どうしてなんだ。何かの間違いっち。あれはサキじゃないっち。信じられないのか。当たり前っち。あんなのサキじゃないっち。違う、そうじゃないよ。信じてやろうぜ。それでもサキは帰ってくるって。おはよう、みんな。あ、朝日。遅いわよ。そういうお前こそ興味なかったんじゃないのか。ええ、自警団の救出に興味はないわ。だけど言ったでしょ、ピンクマントには復讐するって。話してやるよ。え、そのピンクマントを探している妄想管理局についてな。教えてくれ。厚生省の14番目の局、それが妄想管理局だ。厚生省？厚生省の内部部局、妄想管理局。その名の通り、妄想を管理している国家機関だ。国家機関？あんた、それ本気で言ってるの？それこそ妄想みたいな話じゃねえか。妄想だと思うならそう思ってくれて構わない。だけどな、繰り返される毎日、侵食する妄想、お前らは目の当たりにしてきたろう。おう。話を続けるぞ。妄想管理局についてはもちろん国民に周知されていない。なぜなら奴らの仕事はあまりにも特殊すぎるからだ。妄想を管理するお仕事でしょうか。ああそうだ。奴らの仕事は妄想を国の財産として管理すること。お前らならわかるだろう。妄想が持っている非現実的な力を。妄想はな、人間だけが持つことを許された力だ。そして人間がここまで進歩してこれたのは、妄想する力、妄想力があったからだ。自転車や車、パソコンやミュージックプレイヤー、それは飽くなき妄想の果てに生まれた。だけどな、妄想はそこまで万能じゃない。妄想で救われる人もいれば傷つく人もいる。ま、そんなところだ。妄想を妄想だと気づけない人間がほとんどだしな。だから妄想管理局が存在している。溢れかえる妄想を管理するために。マジかよ。でもどうしてその管理局は今まで現れなかったのでしょうか。これまでだって妄想の侵食はいっぱいあったと思うんです。奴らの主な目的は国民の妄想力を財産として管理することだ。だから今までも危険な妄想は奴らが壊してきた。公にされていない機関だ。国民に害のない妄想程度じゃ表舞台には出てこないさ。世界が繰り返されていたとしてもか。珍しい話じゃねえよ。お前らが気づかなかっただけだ。今までだって世界は何度か繰り返されていたさ。はっ。お前らが知らない裏側でいつも解決されていたんだよ。ただそんな奴らでさえ表舞台へ出てこざるを得ない事態が発生した。それが妄想請負人カノンだ。そもそも妄想者は稀な存在だ。強い妄想力を持った人間が大勢生まれたりはしない。だがもし、あらゆる人の妄想を請け負う、そんな奴がいたとしたら、妄想が無限に侵食し続ける。そうなったら管理どころの話じゃない。だから奴らは表舞台に出てきたんだよ。妄想請負人カノンを捕まえるためにな。なんでそんなに詳しいのよ。さ、俺の話はここまでだ。勝手に終わらせないで。二人を助けに行くんだろう。そしたらきっと真実に近づくはずだ。カノンに会えるってことね。でも
二人はどこに。十中八九妄想宮だろうな。ここから一番近くてまだ行ってない場所はどこだ。ここからならメイドの妄想宮ですね。さっさと行くか。まあもう、レイちゃんもね、悪気があるわけじゃないのよ。あいつ一体何者なんだ。いつかきっと話してくれるわ。あの、朝日。大丈夫だよ、葵。あかりもお先も助けてくるから。ありがとう。どうしたんだ、そんな顔して。あ、朝日さん、その、実は。へえ、メイド喫茶からスカウトか。ま、ここで働いてたら副業できないもんな。いえ、副業は問題ないんです。それに、働く時間も問題ではないんです。それじゃあどうして。それは、カナト、なんか理由があるんだろう。だったら断らないとな。はい、お断りしたいのですが、どこのお店なのかわからないんです。毎日が元に戻った時のために、どこのお店だったか知っておきたいんです。だったら探しに行こうか。ありがとうございます。で、声をかけてきたのはどんなメイドだったんだ。語尾にニャンがついてました。ってことはあそこしかないな。電気街口のニャンドリーミーへ行こう。ここだったか。もしかして働いてくれる気になったかにゃ。いえ、そういうわけでは。にゃにゃにゃ。朝日さん、少しだけ席を外していただけませんか。え、いいけど。仕方ないにゃ。こっちこそ勘違いしてごめんにゃ。いえ、勘違いさせちゃったのは僕の方ですから。それでは失礼しますね。すみません、お待たせしました。何話してたんだ。それは秘密です。ま、それなら仕方ないな。これでいつかちゃんと断れるだろう。ふう、ごめんなさい。実は誘われたのはここだけじゃないんです。なんだ、人気だな。でも断るんだろ。で、そこの店はわかるのか。いえ、それは。だけど、どんな人だったかは覚えています。とっても元気のいい黒髪ロングの可愛らしい子でした。もしかしてなんとかすとか言ってなかったか。あ、はい、そうです。きっとその子だと思います。だったら心当たりがありすぎる。7だったら中央通りにいるだろう。
ぱりならだったな。もしかしてスケド、働いてくれる気になったすか？いえ、そうではなくて。俺、ちょっと買い物してくるわ。ごめんなさい。どうしたすか？マジすか？はい、マジです。だから、ごめんなさい。大丈夫っすよ。そのくらい気合でなんとかなるっす。さすがにそれは。しょうがないっすね。残念っすけど、諦めることにするっす。本当にごめんなさい。話は終わったか？はい。だけど一体何を？もう、朝日様は分かってないっす。乙女に秘密はつきものっすから。それじゃ、自分は仕事に戻るっす。ほんで、これで終わりか？あと、もう一箇所だけ。それじゃ、そのメイドさんの特徴は？場所だけは覚えています。ジャンク通りで声をかけられました。とりあえず探しに行ってみるか。それじゃあ暇つぶしてくるわ。ちゃんとどこのお店か聞いとくんだぞ。はい、ありがとうございます。なるほどね。だけどうちはそういうの気にしないよ。そういう子ね、何人か働いてたりするんだ。むしろ大歓迎だから。だけどうん、もちろん。まああなたさえ良ければだけどね。ごめんなさい。それでもやっぱり恥ずかしいです。そこまで嫌なら無理に誘うことはできないね。だけど気が変わったらいつでもおいで。ちゃんとお店は聞いたか？はい、大丈夫です。深淵迷宮というお店だったみたいです。なんだ、あそこか。男装の子とかもいるお店だっけ？どうしたんだ？いえ。コナト？ごめんなさい。なんだか内緒ばかりで。話したくないことの一つや二つ、誰にだってあるもんだよ。だけど、朝日さんは付き合ってくれましたし、やっぱり黙っておくわけには。話してくれるのか？仲がいいって思われてるなら、そこは素直に喜んでおこっかな。あの骸骨マスク、シャレ子に違いねっち。守り抜く。